皆さんこんにちは、デイジーネイルのネイリストリサです。本日はお店紹介をしてみたいと思います。最近感染対策もお店に取り入れたので、そのネイルサロンの感染対策についてもご紹介していきたいと思います。ではまず玄関入って、こちらお客様にアルコール消毒をしていただいてます。でネイルを始める感じになりました。ではまずはじめにこちらのフット席をご紹介します。このフットの椅子はこれ結構重くて全然動かないんですけれども、一人で動かすことはできないぐらい重いんですけれども、やっぱ大きいから安定感があってふわふわでとても座り心地がいいです。こちらフットの椅子に座って、で皆様にネットフィリックスに入っているので、こちらの映画を見てゆっくりくつろいでいただいています。はい、こちら、こちらはお客様の足を乗せる台です。下にあるのがフットバスです。できるようにしています。と通常雑誌とかも置いてあったり、ドリンクを提供したりしています。はい、続いてハンド席です。はい、ではハンド席、まずはじめにサンプルは最近作ったやつとかおすすめは上に置いて飾ってます。で、こちらの積み重なっているこちらのサンプルは今まで作ったやつとかを100円の額に入れてお客様に見やすいようにしてます。結構な量になってるんですけれども、これまだまだあって、一応これは夏です。夏用のサンプルになります。他の季節のやつはまた別にしまってます。はい、こちらのライト、ライトは中に収納するタイプなので、こう周りがすっきりしてとても気に入っています。も選ぶの結構迷ったんですけれども、エッグな形をしていてとても可愛い椅子です。座り心地も抜群です。はい、では続いてカランジェル。カランジェルは無印のケースに収納しています。こんな感じです。バラバラにならないようにこの下に紙を折って番号順に並べてます。ジェルがちょっと増えすぎちゃって収納に困っているんですけれども、ちゃいますよね。
らはパーツです。パーツが置いてあります。よく使うパーツが置いてあります。パーツはこの中にも収納していて、あとはこちらにも、こちらはストーンとかが置いてあります。この上の段はこれはよく使うジェルを置いてます。ちょっとごちゃごちゃに見えるんですけれども、私は自分なりに使いやすいように置いてます。はい、この上は主に使うものが置いてあります。こちらのライト、このライトはイケアです。大きくて使いやすいです。で、最近取り入れたのがこちらですね。この飛沫防止パネル、こちらは初めに作ろうとは思ったんですけれども、ちょっと私には難しいなと思って、探したら高さもこの穴の大きさもちょうど良さそうだったので、こちらにしました。本当これ出し入れしやすくて、で飛沫防止にもきっちりなるこの高さなので、買ってよかったなと思います。はい、続いてこちら、こちらはお客様がお祝いに作ってくださったブリザードフラワーです。こちらこうやって持てるんです。お花とネイルを一緒に撮るときに使ってます。とっても可愛いです。あとネイルの写真を撮るときに、こういったダイヤモンドを使ったりとかもします。こちらもを綺麗に撮ることができます。あとこういう女の子なら誰でも持ってるようなこのパールのネックレスなどもネイルの写真を撮るのに使ったりします。このお花はフランフランで一目惚れして買いました。フランフランすごい可愛いですよね。施術が終わった後に使ったものをこう滅菌してます。 UV 滅菌キャビネットです。一応こちらを使って次のお客様に感染とかしないようにしてます。こんな感じでデイジーネイルのお店紹介でした。